中年なう、浅川図です。くだらないもの工房の匠です。はい、ということでね、夏のボーナスがね、出た方もいるんじゃないかなと思うんですけれど。ボーナス。ボーナス、もうら俺らにはね。何年みたいなやつ。<laughs> 全く関係ないやつですけれど。えっ、ー、とね、これ日経新聞がね、出してきたんですが、えー、2023年夏のボーナス調査最終集計ということで、 えー、<う>全産業の平均支給額が前年比2.6%増の894,285円だったと。90万もらえるわけ。約90万ですね。まあ2年連続で過去最高更新と。 ととすごいですまあ伸び率は鈍化したが、まあまあ物価高が長引いて、実質賃金のマイナスは続く見込みで、えー、消費回復には不透明感もあるっていうことで、まあ、<laughs> ボーナスの伸びよりも物価の方が上がってるから、使わないっていうね。ダメじゃん。お金の価値が相対的に下がってるっていうことだわな。よくないですね。ちょっとまあこの額を聞くとびっくりするんだけれども、まあ、基本的にね、このまあ上場企業っていうことで、うん、えこれね、日経で、まあちょっとね、途中しか読めないんですけど、まあ、 鉄道とか百貨店が牽引と。うんうん、鉄道なんかは、これまあ株なんかもそうだけど、みんなほら、旅行するようになって、まあ戻ってきてんだよね。ああ、そっかそっか。需要が戻ってんだ。もうあの5類になった段階で、結構もう需要が伸びてきてるっていうんで、まあ、それまでがね、すごく低迷してたんで戻ってきたっていうのと、まあ、百貨店なんかもそうだね。あの、出かけて買い物するっていう人がまた増えてきたっていうことなんだろうね。うんうんうん,、うん。で、これまあ他の記事なんですけれど、まあこの夏のボーナスは、 過去最高っていう報道があったけれど、まあ、それ本当なのかと。うん。実感ないよねっていうことで、うんうん、まあ、やっぱりね、これ、中小企業とかを、まあ、ね、どうしても比べちゃうと、そんなに、まあ、増えてないよと、と、うん、いうことなんですけれど、まあ、あとはね、そう、円安とかそういう、まあ、うん、なんだろうな、その、企業の儲かった具合に対してのボーナスの伸びは相変わらず低いってことなのかな。うん、もう、ボーナス自体を、だった俺、会社員の時、会社員の時っていつだ <laughs> あれは先生やってた時か。パソコンの先生やってた時と、一個目のその、えっ、ー、とあれはタウンシーの記者やってた時ぐらいしか、ボーナスという概念がなかったので。なるほどね。もう全然ピンとこないですよね。これは俺もそうだな。ほとんどもらったことないかなうん、まあ。特にこういうね、 こんな80万も出るような、その一流企業で働いたことがないから、ね、せいぜい出ても、ね、<laughs> 1ヶ月分。1ヶ月分の時もあれば、俺がその一番最初のタウン市で働いてた時は、あの、現物支給でしたから。<笑><笑>ひどいね。これボーナス、夏のボーナスだな、冬か。 冬のボーナスだからって言っておせちが来ます。<laughs> 金くれよと。そのおせちもその社長のお得意さんのところで社長がお金使いたいからって言って買ってきただけのやつをこっちに配っただけですからね。<laughs> うーん。まあ、このね、うん、だいぶその企業は出し渋ってるんじゃねえかっていうことなんだけれど、うんうん、これね、中小企業の平均書いてあるね。えー、中小企業の平均は29.9万円ですって。 まあ30万。30万。まあなんか実感としてそんなもんかなって感じかな。うん、ですね。なんか3、40万っていうのが、まあこんなもんでしょうっていう気がしますけど。そうだね。まあだからそうか。上場の一流企業の半分以下ってことなんだね。そっか。なんか切ないな、そう考えてみると。ねそんなに差が出るかって、下手すりゃ3倍ですからね。そうだね。それぐらいの開きもあるっていうことだけれど。うん そんだけもらったってことはなんか使い合うのかな ?89 万ももらったら何に使うんだろう,言うてはその ?90 万もらっていくら税金取られるんだって話ですよね、まず。なんかツイッターでちょい前にボーナスもらったけど税金とかでほとんどダメでしたみたいな。あ、これか。書いてある。ボーナスには所得税がかかるっていうことで、 え普通の給与と同じ所得に該当するため所得税がかかりますと。えー、よって手にするボーナスの金額は、額面から社会保険料と所得税を控除した金額ですと。これですね。えっ、ー、とね、50万支給された人で、控除で約10万取られてますね。ずーっと20%ぐらい引かれてるってことか。うん、まあ、そんなもんか。なんかね。<laughs> 20%。 パーカー。だこれ、90万もらった人も実質は多分65とか70ぐらいでしょうね。あシミュレーション書いてあるわ、えー。80万の人の手取りは65万ですって、やっぱり。ああ、やっぱそんくらいか。で、まあ、年末調整とか確定申告でちょっと戻ってくるパターンもあるよと。なかなかね、そこまでやる人も少ないと思いますけれど。ねうーん、せちがらいですな。 せちがらいですな。なんか、それだったら支給額書かないでほしいですよね。<laughs> まあ、<laughs> 全部引かれたやつで、はい、今回はこれです、の方が、なんかちょっと納得できる気がするんだよな。あそう、たくみくんはボーナスもらってた時はどういうふうに使ってたもう何も考えずに、なんかその辺のおもちゃ買ってました。<laughs> 特に貯金するわけでもなく。わけでもなく、急に降って湧いた30万何に使おうみたいな。普通に飲み行ったりとかしてました。 あとね、まあニュース出てるけど、公務員なんかもやっぱりあのだいぶボーナス上がってるっていうことで、うん、これか、公務員のボーナス2023年夏は11%増の見込みにということで、73万ですって、ほ<う>だまあ一流企業ほどじゃないけれど、まあ、中小企業よりはいいよなっていうところか。十分じゃないっていう気はしますね、そう,だねうちは、うちのそのボーナスじゃないんですけど、うん 6月ぐらいにだいたいでっかいイベントが2本あるんですよ。えー、と、ま、東京のビッグサイトでやるやつと、名古屋の方でやるやつとで。それの売り上げが結構いくんで、例年なら。うん,うんうんうん。それがま、ボーナス代わりみたいなところはあったんですけど、ここ3年それがないんでね、もうどうしようかね、みたいな感じですね。コロナでイベントが潰れちゃってっていうことだね。うん これはまあね、うちらみたいな自営業者からするとね、本当にそういうもんがないから、日々のこのね、給料でやりくりしていくしかないし。そうなんですよね。なんかこう、一気にドカッと大金が入って、おしなんかこれで買おうっていう感覚もやっぱない、なくなっちゃうんだよな。なくなってますね。なんかポンってお小遣いが入ったとして、うん、それでも、 ちょっとこれ貯めとかんと危ないなそう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 。なんかね、でかい仕事入って、まあ、これは貯めとこうっていうふうにね、どうしても身構えちゃうっていうところはありますけれど。リスナーさん、どういうね、ボーナス何に使ったり、まあ、車買ったりバイク買ったりっていう人もいるだろうし、まあ、ローンに当てたり、そうか。ローンある人はボーナスローンに当てる人もいるか。ああローンか。まあそうだね。ボーナス込みのローン組んでる人いるからね。うんうん。ボーナス当てにしてるところあるね。そう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 。 そうなると意外と自由に使えるお金は、まあ特にね、結婚してたりするとないだろうな。うん。これ、あれなんかな、ちょっとわかんないけど、結婚してる人というか、まあその、奥さんにそのお金の管理してもらってる人って、ボーナスも奥さんに行っちゃうんかな、一旦あ。どうなんでしょうね。ボーナスからお小遣い制で出てくるのかな。ああ、まあだからボーナス、<laughs> 例えば40万もらったとしたら、30万は、 取られて10万ぐらいが、あの、ボーナスとしてちゃんと手元に入るみたいな。<laughs> それじゃあ、あれだもん、所得税以外にも、その <laughs>、家に取られるのも計算、<laughs> うん、手取りめちゃくちゃ減るっていうことだね。まあそういうことですわ。なんか切ねえな、それもな。ボーナスぐらい自由に使わせてくれって思っちゃうけどね。<laughs> ねえ。 それこそやる気がどんどんなくなっちゃいそうな。まあまあ、でもしょうがねえか。それで、じゃあローンとか、そういういろいろね、子供のやつに、じゃあ、積み立てしときましょうねって話になったら、ボーナスから出さざるを得ないか。うん、得ないんでしょうね。まあそう思うとあれか、70万、80万もらっても、あんまり贅沢できない人も多いわけか。もう、そうですね。いるでしょうね。贅沢もできなければ。 ここからちょっとずつ貯金していこうってなる人もいるだろうし。なんかもうほら、俺らさ、ボーナスのない生活になって、もう当たり前になってきちゃったじゃん。うん。で、まあこの先もまあ、ボーナスがあるような仕事に就くとは思えないんだけれど。ですね。実際のとこ、ボーナスってあった方がいいのかなかった方がいいのか、どう今両方経験してみて。あった方がいいでしょうね。なんか、おまけでもらえるんであれば。 あれってどういうシステムなんですかボーナスって。トータルで同じだったとしてどうするその、例えば毎月、<ー>えっと、年収が同じで、単純にそのボーナス分を月で割って、ああ、なるほどね。えー、例えばだから月収が40万の人と、30万の人がプラスボーナスで同じ年収だったとしたら、どっちの方がいいんだろうね。ああ、どっちえー、でもそれだったら俺は毎月が40の方がいいですね。うん、なんか俺もそんな気がしちゃうんだよな。 結局あれって、要は貯めて貯めてのジャックポットになるわけじゃないですかそうなんだよ。って <laughs> なると、ジャックポットがもらえない瞬間って絶対出てくるんですよ。その、だからほら、結局やめるタイミングがさ、うん、毎月毎月だったら別にじゃあ来月やめようかでいいけれど、うん、ボーナスあるとさ、ボーナスまで働こうっていう心理が働くじゃないね。働くじゃない半年間、あの、人質に取られるようなもんじゃないですか。<laughs> まあそういうことだよね。うん、今だったら夏のボーナスもらったからやめようっていう人が出てきてる可能性があると。 うんうん、冬は冬で冬のボーナスもらって、じゃあ今年いっぱいでやめますっていう人もいると。うん、なんかそういうの考えるとさ、その、ちょっと何仕事の流動性が逆に下がってんのかなっていうね。うん。だからあの、野党側はいいでしょうね。そう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 ,そう。少なくともここまではやめねえだろうっていう。<laughs> そ,うそうそうそう。半年間は保証されるみたいなね。そうそうそう。確かにそんな話はよく聞いたなもう、あと半年我慢してみみたいなね。そうそうそう。<laughs> どうせだったらボーナスもらってからにしてすれば、みたいな。 それでズルズルね、そのままブラック企業で働いちゃうってう人もいるかもしれないから、うん。そうなんですよ。で、例えばだけど、それが、ボーナスが30万だとして、うん、30万を手に入れるために半年頑張るのか、それを諦めて、ね、サクッと次に行って、そっちで30万新たにゲットするのか、どっちの方がいいんだいっていうのはね、うん、結構あると思う、ね。 金じゃなくて、とにかく辞めたいんだって人はもうボーナス待たずに辞めちゃうし。うん。うーん。そうだな。俺はなんか、うん、だったら毎月の給料に反映してもらった方がいいかな。 うん、俺も毎月の方がいいな。ボーナスがあった方が特別感はあるし、昔だったらほら、うん、振り込みじゃなくてさ、その実際に給料袋でボーナス入ってきて、それで家戻ってきて、どうだすごいだろうみたいな感じでみんな家族がわーってのは、あった、あったんだよ <laughs> んね。あったんだと思う。うん、俺もなんかそういう子供の頃そういう親父がそんな感じだったのを見てたからさ、その、まだ振り込みじゃない頃のボーナス入ったぞっていうんで給料袋見せてもらって記憶あるけれど、 うんうん、そういうありがたみが減ってきたっていうふうに考えると、まあ別にいいのかなっていうね。うん、うん、あれ実際にほら、これ40万とか80万とかさ、給料袋に入ってたら、なかなかすごいことじゃないその現金で。まあね、俺も逆にそれ怖くてしょうがない、ね。<laughs> 渡されたら帰り怖いよね。帰りどうしようって、ね。<laughs> すぐ ATM に入れちゃうよね。<laughs> 一番近くの ATM 行きます <laughs> でも80万って1日じゃ入りきんねんじゃねえかな。 入れるのも入らないですかねなんか枚数の制限があったと思ったんだよね。あ、でも分け引き入れるよ。あ,あ、私は確かね、20だったんだけど。20とか50とかのところあるよな。うんうん。 まあまあまあ、そう、そういうのがあるから、まあ、現金で渡してた頃のあれがないから、今は別にいいのかなっていう気はしちゃうかな、個人的にはね。ねあとはまあ、さっき匠くんが言ってたみたいな、現物支給みたいな形で、どこの会社だか忘れたけど、ほら、ボーナスをさ、その電子マネーで渡そうかみたいな話してるとこもっていう。あれじゃないヤフーなんかはペイペイでじゃあ、ボーナス支払いますみたいな。あ、可能性出てくるかもしんない <laughs>。そっちのが、振込手数料とかそういうなんかね、決済の手 数量は自社の、えー、そういうのでやった方が安上がりなんかもしんないしいまあねむしろそれを使わせたいまでありますからねそう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 、まあ、そういうのもまあ出てくるわなうんそうんうん、さておせちはねえな <laughs> おせちはなかったなまあ我々自営業者にはねもう縁のない話ですけれど うん、なんかこういうね、こう一年に二回か、こう一喜一遊してるのもまあ、まあ、から見る分に面白いけれど、うん、うん、でもまあ、全体としてね、上がってるのはすげえなとは思うよね。ね。あとはまあ、これで物価が下がってくれりゃバッチリなんですけどね。下がることはないね。<laughs> うん、これも国のインフレの政策をもう決めてるから、このまままあ上がってって、まあ、それを追い越すぐらいに給料が上がってくれればっていう話でやって、 まあちょっとね、これも収録前にね、ちらっと見たニュースだと、ほら、コストコが時給1500円でね、募集してるっていうので、例えば群馬県でっていうふうに書いてあったけど、群馬県はね、最低時給が895円なのかな、今。ってなると、地元の企業からすると、いや、あそこ1500円も出してて、うちかなわんよっていうふうになるっていう、そういうね、なんかこのグローバル企業が出てきたときに、その世界基準の給料で払われるのって、労働者側からするとすげえお得なんだよね。 群馬の田舎でも1500円ももらえるやそりゃ飛びつくわっていう話であって。うんうん、ってなるとまあ それがあって初めて物価高でもまあやっていけるかなっていうのはあるけれど、ぶっちゃけ895円で物価高になると物価高の方がやべえっていうか。や,やばいって思う間。間に合わないか、ね。うん。1時間頑張って働いて定食1個食べれるかどうかぐらいになっちゃいますからね。いやってなるとやっぱり日本もそのね、まあ、失業率上がるとは言われてるけど、最低時給上げねえとそろそろやばいんじゃないかなとは思うよねう。どんどんお金上げていかないと、 ももううきかなくなく、ね、くるる人出てと思うんでまあそれが払えない企業は、もう潰れてもらうしかないって、こうある程度、一線を引かねえとなかなか難しいのかなっていうのはね、出てきちゃうかもしんないね,ねそうなったらそうなったで、もう大パニックでしょうよ、ね、そ,うなそれはそれでもう失業率が上がるし、そういう路頭に迷う人が増えるっていうんで。 やっぱり、これはね、まあ昔から言われてるけど、時給上げると確かに失業率上がるとは言われてるんで。はあははあ、まあ、やっていけなくなっちゃうんだ。それを受け入れてかないと、その物価高とか給料上がるっていうのは、でもまあ、右肩上がりで上がっていかないと。<laughs> 結局まあ給料安いまんまだとデフレのまんまっていうことになっちゃうからね。<ー>いや、正直九9 5円は安いよな、今のこの物価を考えるとな <laughs> 本当にあのスーパーが高くなりましたわね、物価。もう最低時給1000円じゃないとちょっとやっていけない気するね。いけないと思いますね。まあちょっとね、それは今回のまあ話とは違いますけれど、まあそういうふうにね、うん、まあボーナスも上がってるんだったら、そのね、バイトさんの時給とかも上げねえとちょっと不公平だよなっていうのは出てくるかもしれないね。うん、っていうことでね、今回はね、この夏のボーナスが過去最高89万4000円というね、お話でございました。 くだらないもの工房の匠です。卓上セーブポイントやボードゲームなどいろいろ取り揃えておりますくだらないもの工房のネットショップございますのでくだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。